をし、左足メガネをし、どうも、健吾です。先日、井頭モーターパークの方に練習に行ったんですね。NS55 乗りに。で、まあ、このね、前の動画になってるかと思うんですけど、まあ、水入れ忘れたわけじゃないんですけど、水入れ忘れた時と同じような焼き付き方をしたわけですね。これはおかしいぞと。いうところでなんかもう原因が他にあるのかなと思ったんですけど、まあ走り終わった後にラジエーターがかなりもう熱々になってたんで、これもしかしたら冷えてないんじゃないかと。ただね、水が吹き上がってきてるわけじゃないんで、水の循環をされてるというようなところでですね、まあ私思ったわけです。ラジエーターを見直そうというようなところで、今手元にラジエーターがございます。コアといって風管の通り道のところがね、金属になってるんですけど、今見る限りに半分ぐらいしかないというようなところですね。これをちょっと再建築、まあ、リビルドですね、していこうかと思う次第でございます。まあ一旦やっていきましょうか。はい、これがですね、今現在のラジエーターになります。もうほぼ潰れてますね、今見ると。これはね、穴が開いてしまったので、直したところですね。穴が開いたので、直したところになります。こう見るとね、ちょっと歪みすぎなんじゃないかっていう話もあるんですけどね。まあ今まで大丈夫だったんで、ね、これでやってきちゃいましたけど、まあでももうそうですね、半分ぐらいこう見えてないですよね。もうメインのところなんかもほぼ潰れてますもんね、これ、真ん中のところ。まあフレームがね、当たってるのかな、ここ。ちょっとね、その辺もあるので、まあ、仕方ないといえば仕方ないんですけどね。まあ、ちょっとこれ水通るようにやっていこうと思います。まず、水がちゃんと通るかどうかっていうところからですね、見ていきたい。おお、出てきた。ということは、水はちゃんとやっぱ通ってますね。一応これだけでも、まあ、ゴミはね、間に詰まってるゴミは取れたんで、多少改善かなっていう感じがしますけどね。さあ戻ってコアガードやっていきましょうか。さあもうあとはね、ひたすらコアガードを直していくだけでございます。立て直しですね、立て直し。やばい、これ苦戦しそう。めちゃめちゃこんなに潰れてんの、俺が潰したのか。そうか、果てしねえな。よし、1段目は終了だな。一番下と一番上と一番下はもう無理だけど、2段目からはしっかりいけるかも。いかつい。4時間かかった。うわ、これどうなんだろう、伝わるのかな。この辺はね、もうね、全部が死んでるというか、なんとか隙間を作るので精一杯でしたね。いや、きつかった。首が痛い。ということで、一応ラジエーターの、リビルド大作戦一旦終了ということで、ちょっとね、強敵すぎて、まあ、もし、いや、いい意味で手応えがなかったので大丈夫だと思うんですけど、穴が開けてる可能性もあると。
まあ、これね、ちょっと近々茂木ショートコースのねスポーツ走行行くんで、エンジン組み立てて水入れてエンジンかけてきた時にラジエーターからの水漏れがないことを願ってます。マジ疲れたな。マジでジャリパンがレギュラーメニューになって、うん、俺は嬉しい。どういうこと？ここ九州フェアの限定商品だった。そうなんだ。あれ、雨降ってきてるね。雨だね。すごい雨降ってきてる。さて、今家からね、飛んできたわけですけれども、もうほぼ走行終わってるよ。見てください。今ね、NS も一本持ってきて、うん、ちょっと途中止まっちゃったんですけど。何止まったの？でもあれは多分プラグ、うん、かぶってたのかな。怪しいな。で乗ってきて、無事に水も漏れず走り終わりましたと。はい、いや頑張った甲斐がありましたねって言いたかったんですけど、うん、もうものの見事に、うん、もう見逃しだよねってぐらい、うん、玄関に置いといたラジエーターを置いてきたんですよ。はあ、やってんね。直したやつじゃなくて普通に予備で走る。ちゃんと走ることができました。うめえ。それでは今回の動画頑張ったねとか、二次系首痛くなったねとか、今日はだってもう直してるの俺1時間ちょっとかかるんだ。あ、そうなんだ、頑張ったな。あればぜひ応援してください。チャンネル登録高評価で。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。これがうまいよやっぱり。Okay.